おはようございます。おはようございます。はい。今日ここ22号線なんですかね。はい、最寄り駅で行くとどこになるんですかね。小畑と栄の間です。間ぐらい。はい、で和風レストラン恵比寿っていうところの下に喫茶弁天っていうのがありましてですね。はい、回ってないなんかこれね、はい、パトライトが回ってない回ってないけどいやそれでね、はい、トシさん前から私もここごつ気になってたんですよ。あ、そうなんですね。で、あの三角屋根の恵比寿って書いてるじゃないですか、はいはいはい、ここレストランや思ってたら、はい、ちょっとよくわかんないです。横がそう喫茶店なんですね、カフェ、はいはい、ちょっとほんならもうあの取材の許可得てますんで、はい、とりあえずモーニングね食べに行きましょうかね、はい、で、あの、まあ、中でメニュー移せばええんですけども、はい、まあ、営業時間は9時から18時、はい、これがモーニングらしいですよ。ほうほう、まあ、ちょっと中で選ぶとして迷うな、どれも甘党で行くのかちょっとピザ的なことか、小倉トーストとかなかなかあんまりこの辺でないよね、はい、明太子トーストっての食べたことないしね、個人的にはめっちゃ気になります、はいはい。もう一個ね、実はちょっとだけ寄り道していいですか、はいはい、まあ、これカフェメニューね、はい、でここもいずれまた行きたいんですけど、ここね、はあ、あの結構、はい、行ったことあるの？ありますし、あの、はあ、ここのね、そこ弁当って書いてあるでしょ？はいはいはい、お弁当ね。これを持って、あのデネブさんと前行ったカラオケ屋行くんですよ。あ、そうなんや。テイクアウトして行くのが定番。プロの。プロ、何のプレイ？何のプレイね。はい。もうあの顔写すこと OK になったんで。はいはい。なんでね、はい、ここ。いや、ちゃうねん。ほんでね、トシさん。これ安ない？うな丼980円って。ああ、安い。ね。安いね。いや、どの程度の量かわからへんねんけど、はい、ちょっとここもね、いずれ行きたいなと思ってます。はい。はい、まあ、今日はとりあえずモーニングということで、はい、行きましょう。はい。おはようございます。お邪魔します。ハロウィン。そうか、ハロウィンの時期なんや。すいません。お邪魔します。あ、はい、ありがとうございます。あ、ハロウィンや。骸骨がおる。私奥行っていいですか？はい。とにかくおしゃれですよね、店がね。おしゃれ。ね。なんかこのハロウィンのぬいぐるみも可愛らしいしね。うん、はい。こちらのお店って定休日あるんですか？木曜日です。あ、毎週木曜日がお休み。はい。これもええねんけど、明太子もすごい気になるね。甘いものはどうされます？アイスコーヒー。私もアイスコーヒーで。アイスコーヒーになったら値段上がったりする。あ、50円。50円ですけど、うんうん、じゃあ私はもう上がってもアイスコーヒーで、うんうん、アイスコーヒー両方とも、はいはい、厚切りトーストとピザとですね、はいはい、少々お待ち。そこコストなんですか？あ、喫煙なんです。あ、そこ喫煙ルームなんや。なるほどね。あの左側が喫煙ルームになってます。おーおーおー、了解です。はい。あ、これですわ。わ、これは大概分厚いですね。あ、そうですか。ありがとうございます。あ、理想な厚切り。こぼしそうになった、ね、興奮してもらった。ちなみにね、すいません、はい、教えていただけないんですけどね、そこに何冊でもご自由にお持ち帰りくださいって本あるじゃないですか。あ、はい、これはほんまに持って帰っていい感じなんですか？ あ、そうなんです。この方が読まれなくなったのとか、お客さんがちょっと処分できないんでって言って綺麗なのだけ。なるほど。あの、いや、お店の飾り付けとかがなんかすごく可愛らしくて。あ、オーナーのオーナーさんの、あ、はい、オーナーさんはなんか幼稚園の先生してたとか、あ、そうなんですね。そんなんじゃなくてなんですか？あ、違います。承知しました。はい、ありがとうございます。これがピザトーストね。はい、じゃあいただきます。はい、ま, すまずはトシーさんのピザトーストを、はい、味見を、はい、伸びてますね。伸びてますね。伸びる伸びる、これ伸びてますね。じゃあいただきましょう。はい、いい音が鳴りますね。美味しい。味はどうですか？美味しい。いい感じ。はい、いい感じ。はい。はい、それじゃあ次、私、あの、厚切りトースト。これほら、これほんまに厚切りやね。何センチやろうね。ちょっと、比べるもんがないんで、はい、とりあえず、いただきます。いい音。うん、まい。美味しい。パン美味しい。パン美味しいね。うん、パン美味しいね。うん、あの、これお箸で食べるタイプ？サラダ。あ、あったらそうですね。そう、私も普通フォークやん。お箸で食うなんですか？そうやね、俺フォークでサラダ、お箸でサラダ食う方が好きなんですよ。あの、キャベツがポッとことことことフォークでやると落ちますよね。うん、
うん、サラダも美味しい。まああれですね、朝こうやってモーニング食べながら、うん、仕事の愚痴を言い合う、うん同じこと思った今。今な。同じこと思った。ごめんなさい、私そんな言うてないよ。もう俺も言うてない。俺も全然言うてない。なんでや。とりあえずさ、だいぶ言うてて。ちょっとまあ、私、アイスコーヒーもいただきながら、はい、ゆっくりね、はい、トシさんの愚痴をお聞きしたい。もう言う弱った。そうですか。はい。では、このお店は、うん、お店の名前何でしたっけ。また、出た。また、ベンテン。あ、ベンテンさん。また怒られる。取材来ててお店の名前忘れて俺も何回目やろね。まあね。そうそう、あの喫茶ベンテン。ベンテン、はい、はい。ということで。恵比寿さんの横。はいはい、はい。で毎週木曜日がお休み。はい。ということになってますね。はい。ぜひお越しください。はい。